はい、ちょっと前の話なんですけども、麻生副総理がですね、まあ、なんかナチスに学んだらどうだみたいな発言を公の場でされていて、まあ、それをねかなり追及されたということで、まあ、後ほどその麻生副総理自身が自分の言葉を撤回したということがありますけども、この言葉ってのは撤回したら無罪放免になるものなんですかね。この前も武田総務大臣がなんかその無意識につい言葉に出てしまったとかね、あの記憶にないと言えとか言って指示を明確に出しておいて録音までされておいてね、あれで無罪放免になって、自民党ちゃんちゃん終わりっていうことでしたら何なんでしょうね。それこそなんですかね、刑事事件の例えば殺人事件のね自白があったとしても、いやあれはねたまたまその時無意識で言ったんですって言ったら事件の進展なくなりますよね。そのぐらい人が何かを発信するっていうのは重いことなんではないかなと私は思うんですよ。で、このね、憲法改正でナチスを引き合いに出してナチスにヒトラーに学んだらどうだ、習ったらどうだ、あれを使ったらどうだみたいなことを麻生財務大臣が言ったのは未だに動画で残っていて、これが2013年の8月1日なんですけどね、この動画のリンクは下に入れておきますけども、麻生財務大臣っていうのは果たして人の心があるのかなと、誰を犠牲にして誰を豊かにしようとしてるのかなっていうことですよね。まあ、間違いなく私たちを豊かにしようと思っているわけではないかなと、どちらかというと私たちを犠牲にしてですね、ひき肉にしてその上に何かを成り立たせようとしている、まあそういった考えがあるんではないかなと思っちゃうんですけどね。でそういった気持ちがたびたびの数々のこういった撤回しなければならないような発言に出てくるんではないかなと思うんですよね。ということで今回はですね、全国1億6532人の麻生財務大臣ファンの皆様にはどうだったでしょうか、どんな風に感じられたでしょうか。本日は以上です。いってらっしゃい。